はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ミニッツの、ポルシェカップ、こちらのね、情報を皆さんにご紹介したいと思います。はい、こんなロゴもね作っちゃいましたけども、最近ですね、おかげさまで、チャンネル登録数も増えてきておりまして、毎週のようにですね、週末は、サーキットの方に足を運んでおります。でその中で、いろいろな方にね、見てますよとかボディを見てね、あ、YouTube の方ですかっていうふうに声をかけられることが非常に多くなってきました。本当に皆さんありがとうございます。日々お世話になっております。でその中で、私のねミニッツの先生がですね、積極的に私がこんなことやりたいっていうのをですね、いろんな方にお声かけしていただいて、かなり現実味を帯びてきましたので、しっかりとですね、私のチャンネルの方でご案内をしようということで、急遽ですねこういった形で作らさせていただきましたので、ご紹介したいと思います。ムネズホビーチャンネルプレゼンツミニッツポルシェカップということで、ちょっと仰々しいんですけど、大した内容じゃないですけど、ぜひ最後までねお付き合いいただければと思います。はい、まずねポルシェカップってなんだというところなんですけど、これ私がですねポルシェがすごく好きなので、ミニッツねポルシェのボディってもう最近はだいぶ少なくなっちゃったんですけど、過去昔からいろんなボディが出てますよね。でポルシェボディだけでなんかこうワンメイクレースしたいなって常々思っていて、でそれを結構方々口に出していて、そのわがままから実は始まった企画というほどでもないんですけどね、ということになっております。はい、ポルシェカップ、じゃあレギュレーションとかってあるのっていうところなんですけれども、一定のね、ものをね設けております。ボディに関しては、ポルシェブランドのボディであれば、どれでも OK です。ホイールベース S のポルシェ911の934型とか、最新でいくとポルシェ911 GT3RS、 これは991型ですよね。いろんなねポルシェ出てると思うんですけど、基本的にポルシェだったら何でも OK です。続きましてシャーシなんですけど、ポルシェなのでやっぱりRR じゃないですか、ポルシェは。なので、やっぱりそこは RM にこだわりたいなと思っていて、 RM 系のモーターマウントでぜひ合わせて走りたいなと思ってます。純正のねプラスチックの RM、 あとルート246から出てるアルミの RM、 それから同じくルート246出てるアルミの RML ですね。今のところこの3種類ぐらいになるんじゃないかなと思います。もちろんね社外品、下に書いてますけど社外品でも大丈夫です。それからモーターなんですけど、なるべくねイコールコンディションでやりたいなと思っているので、ブラシレスの青でピニオンが 6T で、ブラシレスの緑の場合は、8か9あたりがねだいたい同じぐらいの速度域になるので、このあたりで合わせ込みたいなと思っています。そしてその他この LED ライトユニットをね、搭載していただきたいというのが、このこだわりポイントになっております。逆を返すとね、ここに書いてるもの以外はもう自由にやっちゃってくださいっていうのが、レギュレーションになっております。では次にどこで走るのっていう話なんですけど、先日ね、動画で紹介しました、いつもお世話になってるマイホームさんの中にですね、いわゆる本コースといいますか、カップで使われるようなフルサイズのものよりちょっとね小さい、2つ目のウレタンサーキットには最近できました。でこちらのコースでねぜひねみんなで走りたいなと思っております。はい、でここに書いてる通りコースがね少し薄暗いんですね。なのでそこがねこうナイトレース感をね彷彿とさせて、LED の、ね、ライトですごくね雰囲気が出るんですね。なのでぜひ LED の、ね、ライトをつけてみんなで走りたいなと思っております。でコース
ス自体は、バックストレート以外はね2面幅でかなりねテクニカルなーコースレイアウトで、速度域もかなり低くなってますので、かなり接近したねスリリングなバトルが展開できるようなーコースになっております。で、間違ってもこれあのお店自体は全然関係ないんですね。お店のイベントじゃないんですね。なので、お客様同士でなんか声かけ合って、そういやポルシェカップってやつ聞いたよ、やりませんみたいな形で、通常の、ね、営業時間帯の中で、実施していく内容になっておりますので、そこはぜひ、お間違いないようにお願いしたいと思います。でもちろんですね、あのこの模様を知らずにこのコースにね、で走ってる方も絶対いらっしゃると思いますので、そういったお客様も絶対優先ですので、あのその点はぜひ、勘違いないようにしていきたいと思っております。はい、じゃあ日時いつやるのっていうことに関しても、あの基本的には決めてはいません。あのこのチャンネルをね見てくださってる方とか、あとお店の中の口コミで知ったお客様同士で遊べるのがいいなーっていうのが僕の中での理想です。あのポルシェカップって聞いたんだけど、ちょっと皆さんでやりませんかみたいな感じで、あのなんなら僕がねいない時にでもやってもらえるぐらいがいいなーなんて思ってます。ちょっと参考ですけど、私が来店している時の目安なんですが、午前中はまずついてね充電したりとかですね、あとお客様といろいろお話ししたりとか、あのメインのねコースしたりなどをしております。で、昼食を取った後、まあ昼一ですかねに、このポルシェカップの、まあ、第1スティントをやるような形で、大体、電池の持ち具合からして、まあ、30分ぐらいはね連続で走行できるんですね。長い時は1時間ぐらいやっちゃうんですけど、だいたい30分ぐらいできるので、まあ、1時から1時半ぐらいまでをまあ第一スティントとして、でなんかみんなで振り返って、いやーこれ楽しかったねみたいな会話をしながら、まあ、2回目をね3時ぐらいからで、3回目をまあ4時半ぐらいからみたいな、これ本当に目安なので、まあ大体ですけど、これぐらいだいたい3回ぐらいね午後できたらいいかなーなんて思ってます。はい、ここからは、よくある質問をちょっとね、想定してまとめてみました。まずね、ポルシェのボディ持ってないんですか？あ、別にいいです、全然。あのぜひね一緒に遊びましょう、それだけです。だったらポルシェカップじゃないんじゃないかっていうね言い分もあるかもしれないですけど、もうこれただただ僕のわがままなので、一番大切なのはイコールコンディションで、まあ、接近した接近した走りをみんなでやるっていうところが、まあ、楽しみの、部分になりますので、まあ同じ条件で揃ってると面白いよねっていう意味での題材がポルシェなので、まあ、持ってなくても僕全然いいかなと思っております。はい、2つ目 LED ライトユニットないんですけど、最近ね店頭で少なくなってるという噂も聞いてるんですけど、まあ、これもね大丈夫です。ですがコースがね結構薄暗いんですよ。なので黒とか赤とか濃いめの色のボディって結構ね見えにくいですので、できるだけね色は目立つボディがあるといいなと思います。はい、そして、3つ目ですけど、エボとかね V プロ持ってなくてブラシレスじゃないんだよねっていう方に関しても、まあ別にいいです。それもできるだけねイコールコンディションの方がいいですし、まあある程度のルールを決めないと、いきなり1人だけドーンって速いとかっていう風に差が出ちゃうと、それもちょっとね興ざめしちゃうので、一定のねレギュレーションって形で設けてるんですけど、例えば V モーターで、6枚のピニオンだったりとか、ノーマルでもねピニオンの枚数を大きくすれば、ある程度はねだいたい同じぐらいになるかなと思いますので、まあそういった形でうまく調整してね、なるべくイコールコンディションでやれればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ何結局レギュレーションって何なんですかって、いやもうこれねこういう質問来たらいい質問って僕返したいなと思うんですけど、もう本当に目安です。もうとにかくみんなで楽しく遊べればもうそれでよしだなと僕は思っておりますので、ただなんか目安がないとイコールコンディションするのも難しいと思うんですよね。なので、ある程度の、レギュレーションっていう形で作りましたけども、ただただ同じぐらいのスペックで、つきつ離れつの走りをねしたいなっていうのが、
僕の思いですので、まあそういった方ね、そういう思いに賛同していただける方はね、ぜひ一緒に遊んでいただければなと思います。はい、ということでね、今回は、マイホームさんの第2サーキットでやってみようと思っています、ミニッツポルシェカップ、私ムネズホビーチャンネルプレゼンツというほどでもないんですけどね、考えてみましたので、もしね、このサーキットに、いつも通ってる方、それからちょっと遠いけど行ってみようかなっていう方、ぜひね、僕チャンネルの方であまり顔出してないんですけど、声だったりとか、使ってるボディで結構気づいてくださる方多いので、もしね、このチャンネル見てくださってる方であれば、お声かけいただければ、あ、ポルシェカップやりませんかっていう風にね、声かけさせてもらいますので、ですのでっておかしいですね、させてもらうかもしれませんので、ぜひねお気軽に一緒に遊べればなと思います。はい、ということで今回は勝手に考えましたポルシェカップの告知動画でございました。ということで今回の動画ね、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。